どうも、武虎です。はい、どうも、清水潤です。はい、潤さん、本日はですね、はい、以前から募集しておりました、はい、はい、何でも動画を、はい、とうとう今回公開していきたいと思います。わーす、はい、今回はその中から4つ紹介していきたいと思います。厳選の厳選です。はい、可愛い映像などもあります。はい、早速ご覧ください。はい、ということで早速、これぞ野球の醍醐味、奇跡の逆転満塁ホームラン。あの、都市対抗軟式野球大会最高峰だね、はい、これ軟式野球の状況はですね、9回の2アウト、お、丸い、でーっと完璧な当たりでございます。いったってやつだね。いったってやつですか。これちゃんとした球場ですか。わー、すごい。ちゃんとした90メートルあった。よいしょ、メートル数がちょっと見えるから、ね、これ見てください、スローで。はい、この内角わー、もうね、あとアンダースローもしてる。アンダースローしっかり打ったね。上から叩いて転がるの難しいですからね。すごい。しかもこれ逆転そのままのうわ、もうメイクドラマティック。いや、メイクドラマティックです。いや、もう凄まじいね。なかなか見れないです。いや、もう俺、特産 TV の長動画に出てるともおかしくないぐらいの確かにですから、ぜひこちら、ね、特産 TV の行けたんじゃないかと思って、そうです、竹田 TV に投稿しなきゃ。98m、すごい。めっちゃ飛ぼるで、これやばいっすよ。やばい。これもうホームランダービーでなんか出そうなのあったっすね。ぜひね、あのホームランダービー出てほしいぐらいのやっちゃいますか、やっちゃいますか、竹田 TV で。なるほど、面白い。何かが潜んでいた、ホームイン直前の悲劇。なんなんお前のこのタイトルの付け方。いや、もうまさにこのタイトル通りですから、見てください、はい、ワードランナー一塁、もうバッターが長打打って、なるほど、ランナーが生還するか。あーす、あーす、これもいや、もうこれは悲しい、悲しみの。ホームベースまであと1メートル、あと1メートル先に転んでいれば、もうずっと伏せてます。悲しみがもうすごい、哀愁が漂ってる。哀愁漂ってます。もうまるで蛍の光が流れそうな、蛍のデー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 流れてます。やばい、もう悲しみの。悲しい。はい、クリスチャノ・ロナウドの超絶テクニック、10年で一度の神プレー。いや、今日違うからさ。いや、まあまあまあ、見てください、ね、はい、フライ上げました。おお、どうなった。アップします、アップします、うん、はい、足出して、足出して、コロ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 。何それ。いや、もうこれ競技が違う。そんなことあるの。はい、スローでご覧ください。はい、これ眩しいです。あ、太陽が眩しい、太陽すごい眩しい、眩しい。どうする、どうする。足を出す、足が出たわけ、足を出したわけ。はい、このボールがどこに行く、どこに行く。二人ともプレスをかける。あ、もうすごい、セカンドショットか。プレスをかける、プレスをかける。そのボールはどこに行く、コロコロと転がって、はい、ファーストが取って、ゴール。いやいや、アウト。あ、アウト、アウト、アウトで、ね、ということで競技が違う。なるほど、はい、あ、もう味方からもね、掛け声もね、競技が違います、ね、確かに野球じゃない、はい、決して野球ではないと、まあ、アウトを取ればいいと。なるほどね。4歳の女の子して天才、実業団も驚きの流し打ち。どんな4歳児なの。いや、もうこれマジすごいです、見ててください。マジか。はい、はい、これ4歳と1歳5ヶ月の兄弟です。あー、もう可愛らしいね。めっちゃ可愛い。あす、あさす、あー、戦いも持ちながら、戦いっぽ。なるほどね、はい、いや、可愛らしい。おーおーおー、優しいですね。優しい、やっぱ可愛いやから、はい、いや、いいこれ可愛い。この1歳のこの独特な動き何なんでしょうか、ね、あ、もういいね、なんかリズミカルさがすごい。はい、これ何かを発見しました。ボールですね。ボールでございます。これはもうどうするか、この距離で、この距離で上から、ゼロ距離、ゼロ距離です。おお、すげえ。このお姉ちゃんの打撃戦すごい。お姉ちゃん、これすごいっすよ。あ、もうすごい、もう無駄がないトップから。はい、無駄がない。これどっかで見たことないですか。いや、もう分かるよ、それはあの人でしょ。はい、ただの天才長さんでございますよ。まさにあのポイントの近くで言えば、ね、そうです、見てください、これです。あー、もうね、まさに完全一致、まさに高さ、もう高さが意識してること、打つ前は右肩に乗ってると。なるほど、はい、右肩に乗っています。で、打った後は反対の左肩に乗ってるっていうことを意識してるんですけど、高さは一体実業団です、確かに。